ジャガーのニック・キャシディは、初のフォーミュラ E タイトルの権利を持ってシーズン最終戦ロンドン E プリに挑んだ。しかし、レースではポルシェのアントニオ・フェリックス・ダ・コスタとの接触によってパンクに見舞われ、リタイアとなった。最終的にポルシェのパスカル・ウェーレインがタイトルを獲得。昨年に続いてタイトルを逃したキャシディは、当てた側、デアル・ダ・コスタと、ただ一緒に泣いた、という。 ダブルヘッダーとなったロンドンイープリ、最終戦の予選を終えて、ウェイ・レイン、キャシディ、そしてそのチームメートであるミッチ・エバンスはわずか4ポイント差で決勝レースを迎えた。キャシディはポールポジションからスタートし、レース中盤は3番手につけていたが、エバンスとウェイ・レインが先行する中、トップ2台とは異なり、アタックモードを2回消費して再び首位に躍り出ることも可能な立ち位置につけていた。 しかし2019から20年シーズンのフォーミュラ E チャンピオンであるダコスタがキャシディの右リアタイヤと接触。キャシディはパンクを喫してリタイヤを余儀なくされた。彼、ダコスタは素晴らしい友人だ。彼は世界チャンピオンだけど、僕は違う。キャシディはモーターズポート。コムにそう語った。僕らは一緒に泣いたよ。僕が世界タイトルを逃したのは彼のせいだけど、 意図的ななものじゃなかったそれは分かっている。彼のミスだ。そして、僕にとっては大きな結果を招くことになった。ダコスタは10番手からスタートし、ウェイレインのタイトル争いを助けるために上位にポジションを上げていった。結果的にレースを制した日産のオリバー・ローランドに続く5番手を走行していたダコスタは、 ターン16でインからローランドをかわしたが、エイペックスで前方のキャシディに接触してしまった。